柳瀬博文さん。日本維新の会の柳瀬博文です。国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案について、我が党を代表して質問させていただきます。冒頭、今般の新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになられた方々に、心よりお悔やみ申し上げますとともに、闘病中の方々にお見舞い申し上げます。また、日々、医療現場の最前線で働いておられる医療従事者の皆様のご尽力に、深く敬意を表します。日本維新の会は、今後も新型コロナウイルス対策について、真摯に建設的な政策提案を行っていくことをお誓い申し上げ、法案の質疑に入ります。まず、規制改革の必要性についてお伺いをします。私は日本経済を長期にわたって低迷させてきた最大の要因は、政府による過剰な規制にあると考えています。テクノロジーは日々進化しています。これに合わせて民間企業は創意工夫し、新たなサービスや商品を実現しようとする。しかし、網の目のように張り巡らされた規制によって阻まれる。今回の新型コロナウイルス対策でも、オンライン診療やオンライン学習の実現を遅らせたのは、極めて細かい、そして合理性のない規制でありました。変化によって損失を受ける人たちは変化を拒む。規制によって守られることを望み、そこに利権構造が形成されてきました。規制は安全を守るなど、大きな役割を果たすとともに、一部の団体などの利益を守る装置として機能してきたのであります。日本維新の会が企業団体献金を受け取らないのは、利権構造に組みすることなく、全体の保有者でなければならないとする決意の表れでありますし、正義なき規制改革に取り組む覚悟の表れでもあります。まず、地方創生大臣にお伺いしますけれども、国家戦略特区に代表される規制改革がなぜ必要だとお考えなのか、基本認識をお伺いしたいと思います。次に、地方創生と国家戦略特区の関係について伺います。真の地方創生に向けて、地域の自立が必要です。これまでの地方創生のさまざまな施策は、どれだけの成果を上げてきたのでしょうか。東京一極集中の是正という掛け声は勇ましいものの、人口の流出を止めることはできず、地方の疲弊は加速し、困難な状況は続いています。地方創生を実現するためには、小手先の手法や単なる財政支援ではなく、抜本的な政策転換が必要です。何よりも、地方分権と規制改革が重要であると考えています。権限と財源を地方に移譲することで、地方が自主自立をする、地方がそれぞれの地域の特性に合った創意工夫ができるよう、規制を撤廃していく、このことを通して、民間活力を引き出し、地域経済を活性化することが、まさに地方創生につながるのではないでしょうか。世界で一番ビジネスをしやすい環境を目的に、大胆な規制改革を行う国家戦略特区制度は、それぞれの地域が個性を生かして飛躍することのできる、非常に大きな役割を持つ制度と考えます。この制度を存分に活用することで、地方創生を図り、ひいては日本全体の成長につなげていくべきと考えますが、地方創生大臣の見解を伺います。次に、国家戦略特区制度の現状について伺います。平成25年12月に国家戦略特別区域法が成立してから6年が経過しましたが、残念ながら当初の期待通りの成果を上げることはできていません。平成30年10月の国家戦略特区諮問会議での資料には、特区の岩盤規制改革力が事実上、機能停止に陥っており、岩盤規制改革を始めた当初の原点の思いに乖離、国家戦略特区の再スタートを切るとあります。しかし、この再スタートの後においても、例えば令和元年度に実現した規制改革措置は12件にとどまるなど、岩盤規制改革は著しく停滞していると言わざるを得ません。昨年11月8日の参議院予算委員会において、我が党の東徹議員の問いに対し、安倍総理は、規制改革は安倍政権の成長戦略の中核であり、さまざまな岩盤規制を打ち砕くために、その突破口となる国家戦略特区を創設したと述べられていますが、現状をどのように評価しているのでしょうか。現在の国家戦略特区が岩盤規制に穴を開ける
突破口としての役割を十分に果たし、日本の成長に真に貢献していると言えるのでしょうか。現状認識を地方創生大臣にお伺いをします。続いてスーパーシティについて伺います。スーパーシティ構想は最先端技術を活用し未来の暮らしを先行実現する丸ごと未来都市としており、特に大胆な規制改革を対象エリアを絞って集中的に進めていくものであります。このスーパーシティについては住みやすい、ビジネスがしやすい最先端のまちづくりとしてのショーケースの役割を果たすとともに、複数分野の規制改革を同時一体迅速に実現するという起爆剤としての役割を期待するものでありますが、いくつかの課題について質問してまいります。スーパーシティの区域の選定については本法成立後速やかに国家戦略特区基本方針に選定基準を定め、ごく少数の区域を透明なプロセスで選定するとされています。再び制度への批判を招かないよう透明かつ公正な選定が何よりも求められますが、何件程度の区域をどのような基準により選定をしていくのか、地方創生大臣に見解を伺います。また本法案におけるスーパーシティ型では地方公共団体、事業者、内閣府からなる国家戦略特別区域会議において事業計画の立案がなされることとしております。では特別区域会議に加わる事業者の選定において外形的公正性の担保はどのようになされるのでしょうか。事業者の選定を行う上で事業者と政治家および政府地方公共団体関係者の接触について、制限を設けることや面会実績の概要公開を行う必要があると考えますが、地方創生大臣の見解を伺います。従来の国家戦略特区制度では事業計画案の検討中に新たな規制の特例措置について拡張調整を行い、その段階で多くの事業が断念もしくは個別に内容の修正を受けるという大きな問題がありました。本法案ではこの点を克服すべく各省調整の前段階で事業計画案を公表することにより、各省の検討が同時一体包括的に進むよう後押しする仕組みとされています。最初に案の全体像が示されることで国民にも分かりやすい形で規制改革の議論が進むことが期待されますが、一方でスーパーシティ区域に指定された後に各省調整が行われることから、その段階で計画が行き詰まるリスクも否定できません。そのようなことがないよう、スーパーシティ区域の指定時には、その事業計画案に対し、各省の協力が得られるとの見通しがなければならないと考えますが、地方創生大臣の見解を伺います。新型コロナウイルスとの戦いの中で、社会は変化を余儀なくされています。テレワーク、オンライン学習、オンライン診療、AI やビッグデータを活用し、行動変容のための提案がなされています。スーパーシティは、私たちが感染症対策として実現しようとしている社会の姿そのものだと言えます。感染拡大は一旦下火になりつつあるように見えますが、いつ爆発するか分かりません。また、第2波、第3波の到来も予測されています。このような状況で、どのような手段で対抗すべきなのか、新しい生活様式によって、個人個人の行動変容が推奨されていますが、同時に政治の責任として、長期的な視点に立って、感染症と共存できる新しい社会、まちづくりに踏み出すべきではないでしょうか。規制改革を進め、次の世代に不安のない社会をつないでいく、これが私たちの役割です。日本維新の会は、その先頭に立っていく、このことをお誓い申し上げ、質問を終わります。北村国務大臣。はじめに、国家戦略特区に代表される規制改革の必要性についてお尋ねがございました。規制改革は新しい時代を切り開く成長のメインエンジンであり、安倍内閣の成長戦略の中核であります。
日本の底力を阻害するような規制に真正面から挑戦し、スピード感を持って改革を進めていくことが重要であります。特に国家戦略特区では、これまで全国的に実現が困難であった規制改革であっても、区域を限定しつつ、一定の要件を課すことなどにより、農業、医療、保育などの幅広い分野において、合計100項目以上の岩盤規制改革を実現してきました。引き続き、世界で一番ビジネスのしやすい環境の整備に向け、岩盤規制改革を進めてまいります。次に、国家戦略特区制度と地方創生の関係についてお尋ねがございました。国家戦略特区は、地域からのさまざまな提案やニーズに基づき、地方創生に資する規制改革を実現する制度であります。例えば、兵庫県の丹波篠山市では、建築基準法の特例により、宿泊施設として古民家の有効活用を実現なさっています。このほか、兵庫県の養父市においては、過疎地における医療ニーズに対応する遠隔服薬指導も全国に先駆けて実現なさいましたし、秋田県の仙北市の旅行業務取扱管理者に関する特例によって、農業体験を中心としたグリーンツーリズムなどを実現しています。今後とも地域の提案やニーズに応えながら、規制改革を着実に実現することにより、地方創生を図り、日本全体の成長につなげてまいります。次に、国家戦略特区の日本の成長への貢献についてお尋ねがございました。平成25年12月の制度創設以来、国家戦略特区は岩盤規制改革の突破口として、都市公園内での保育所設置による待機児童対策、そして農家レストランの設置による農業の6次産業化の推進、またこれまでにない新たな市場を創出することで、地方創生や経済成長に大きく貢献してまいりました。また首都圏の都市再生プロジェクトについては、都の試算で約11兆円の経済波及効果が見込まれるとともに、福岡の都市再開発プロジェクトについては、市の試算で年8500億円の経済波及効果が見込まれるなど、その地域の経済成長につながっています。先ほど申し上げた都市公園内での保育所設置や農家レストランの設置をはじめとして、特区限定の特例措置を全国展開することにより、新たな市場を開拓しておりますから、引き続き規制改革を我が国の経済成長につなげてまいります。次にスーパーシティの区域の数及び選定基準についてお尋ねがございました。スーパーシティの区域は可能な限り定量的な指標も用いつつ、客観的な評価に基づいて検討を行い、5都市程度を、5つの都市程度を選定する予定であります。その指標など具体的な選定基準は今後、特区基本方針を改定し、閣議決定する予定であります。次に、スーパーシティの区域会議に参加する事業者の選定についてお尋ねがありました。事業者は内閣府も入った区域会議の構成員として、公募により選定されることとなります。このため、事業者の選定の外形的公正性は、この段階で担保されるものと考えております。最後に、スーパーシティ区域の指定時における各省の協力についてお尋ねがございました。スーパーシティの区域の選定にあたっては、特区諮問会議など、有識者などの第三者が加わったオープンな場に諮った上で、最終的には政令により指定することとなります。このため、この段階で各省にも協議を行い、了解を得た上で、閣議決定することとなります。以上であります。どうぞよろしくご賛同をお願い申し上げます。田村